政府停留場は、現東京都府中市政府町にあった南部鉄道の停留場である。現政府駅とは、約700メートル離れた甲州街道がオーバークロスする政府橋の立川側にあった。その後駅に変更されたが、南部鉄道が戦時買収により国有化された1944年に廃止された。政府駅の存在した付近南部鉄道線がスカーブを描いて、 その中央で、甲州街道と交差する地点で、当初より南部鉄道が掘り割りの中、甲州街道が一般的な河川と同様の橋による立体交差であった。東底流場はこの橋のともとに設けられていた。周辺は一面の畑であった。廃止後の1970年代から店や住宅が建ち始め、2009年現在では、 甲州街道沿いには日本での一号店の流れを組む店をはじめとするファミリーレストランや広い駐車場を持つロードサイド形式のコンビニエンスストア、車関係など主要幹線道路沿いという店が目立つがマンションも増えつつある。甲州街道沿い以外は小建て中心の住宅があるじになっている。2009年現在の最寄りバス停は京王バス中央。 国17系統の政府教。廃駅となって久しく、伏線火事の掘り割り克服のため面影はほとんど残っていない。ありがとうございます。